ランチアデルタ S4、デルタ S4、デルタ S4 は、イタリアの自動車会社ランチアが、世界ラリー選手権、WRC に参戦するために製造した、車である。S4 の S はイタリア語のソベララメントタ、スーパーチャージド、4は、4WD、を意味する。12ヶ月間で200台生産。ただし競技用の車両を20台も含めていいなる。 グループ B の購入要件を満たすため製作された、ホモロゲーションモデル。デルタの名を持つが、シャーシュは先行デルタとは異なる専用設計である。形式名は、ザラ038アロ、ランチアの800番台、フィアットの100番台でもないアバルトの、開発コード SE038 から由来している。エンジンは、フィアット製 1759cc の直列4、気筒 DOHC エンジン。 これをリアミッドシップに縦置きした。下級機はターボチャージャーに加え、低回転域ではスーパーチャージャーを使うツインチージャーを採用している。駆動方式は1985年当時では最新といえるセンターデフにビスカスカップリングを採用したフルタイム 4WD である。WRC にグループ B 規定が導入されるとランチアは ミッドシップ、後輪駆動のラリー037で成功を収めるが、ライバルメーカーの 4WD マシンの熟成が進むと、共に苦戦を強いられた。1985年シーズン末に、ランチアが投入した、ニューマシン s 4は、ミッドシップ 4WD であることに加え、エンジンに2種類の下級機、アバルト製スーパーチャージャーと KK k 製ターボチャージャー、付けていた。 ターボラグが発生する低回転域はスーパーチャージャーがカバーし4000回転以上の高回転域をターボが受け持つ。リアには2機の大型インタークーラーが設置され、ボディサイドにはインタークーラー用のエアインテークが張り出している。エンジンの排気量 1759cc は下級機係数1.4で 2500cc 以下に収まるサイズ。車両区分の 2500cc 以下クラスでは 最低重量が 890kg となり、3000cc 以下クラスの 960kg よりも軽量化のメリを得られる。最高出力 456PS、8000rpm、最大トルク 46kgfm、5000rpm を発生し、1986年最終戦アクロポリスラリーでは 600PS を超えていた。パワーウェイトレシオは 2kg。 PS を切り、そのパワーで 890kg の軽量な車体を加速させた。ただしこの過剰なパワーがピーキーな挙動を生み、乗り手を選ぶ車ともなった。また、アルミニウム製の燃料タンクが運転席の真下に位置していたため、後日のトイボネンの悲惨な死亡事故につながってしまった。五速ギアボックスは、縦置き、磁気エンジンの前方にミッドマウントされ、センターで F を介して、 前後30、70の割合で4輪に駆動力を配分する。初期のエボリューションモデルには、デフロックのためのレバーがある。WRC ではの最終戦ラックラリーで、実戦投入され、ヘンリ・トイボネンと、マルク・アレンの1から2フィニッシュで、デビューウィンを飾る。は1月の開幕戦ラリー・モンテカルロでトイボネンが、優勝。第2戦ラリー・スウェーデンではアレンが2位。 第3戦ラリーポルトガルは、観客死傷事故により、全、ワークスドライバーが、自主リタイヤ。第4戦サファリラリーは、旧車037で参戦。迎えた第5戦、ツールドコルスで、トップを改装していたトイボネンは SS18 で、オーバースピードで、コースアウトし、外貨に転落。マシンは炎に包まれ、トイボネンとコドライバーのセルジオクレストは帰らぬ人となった。 重大事故続発によりグループ B は危険すぎると判断され、1986年シーズンをもって終了することが決定する。第8戦ラリーアルゼンチンでミキビアシオンが WRC 初勝利を獲得。第11戦ラリー3デモは、ライバルのプジョー 205T16E2 がサイドスカート規定違反で全車失格し、アレン、ダリオチェラーと、ノンワークス、 ビアシオンが1から2から3フィニッシュを達成した。プジョーはこの判定を不服としてフィザに控訴する。最終戦オリンパスラリーでもアレンが優勝し、プジョーの余波クネ念を抑えてドライバーズマニュファクチャラーズ両部門の制覇を決める。しかし、シーズン後にフィザはンデモのリザルトを無効と裁定し、選手権ポイントから除外した結果、アレン・トランチアの栄光は幻と消えた。 1985年も含め、デルタ S4 の通算成績は13戦中6勝。ランチアのワークスで参戦した、ラリーカーでは唯一タイトルのない車両となる。WRC のグループ B 終了後は、パイクスピーク、インターナショナルヒルクライム等において、プジョーやアウディゼイと参戦した。グループ B 終了のため撤回された、上位カテゴリー、グループ S 用のマシンとしてされたものに、 S4 の発展型であるランチやイクフよびイクフにアバルト開発コード SE041 とグル S アバルト開発コード SE042 がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。